本日の議事日程はあらかじめお手元に配布した通りです。日程第一、一般質問を行います。通告順に従って行いたいと思います。通告順1番、議席番号1番、葉山紀美子君の一般質問を許可いたします。葉山紀美子君、1番、葉山紀美子君。おはようございます。おはようございます。議席番号1番、通告番号1番、ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので質問をさせていただきます。1番、来年度の重点事業について予算編成の時期を迎え、平成28年度の重点事業は何かを伺いたい。町長、伊沢志郎君。おはようございます。おはようございます。1番、葉山紀美子議員の質問にお答えいたします。1、来年度の重点事業について予算編成時期を迎え、平成28年度の重点事業は何かとのお尋しでありますが、平成28年度は震災から5年が経過し、避難生活が長期化する中で、まず町民の生活支援にかかる新たな事業を進めたいと考えております。町民が全国各地で避難を余儀なくされる中、避難生活に伴って発生する移動経費などの負担軽減にかかる事業を新年度よりスタートさせたいと考えております。この財源は中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金の活用を考えております。次に、重点的に取り組むこととしては、町内除染の加速化とそれに伴うインフラの復旧、復興拠点の整備であります。除染は環境省の直轄事業でありますが、町内の復旧復興の大前提でありますので、しっかりと国へ求めていきたいと考えております。その上で、復旧復興にかかる事業に関しては、町が取り組むもの、県や国が事業主体となるものの整理をして、町の財源負担ができるだけ少ない形での予算案を今後お示しさせていただきます。また将来の双葉町を担う人材育成の観点から、町立学校の充実を含む教育にも力を入れたいと考えております。なお、現在復興町民委員会及び高齢者等福祉町民コミュニティ復興産業等拠点の各部会で検討が行われている分野はもちろん、調整懇談会でいただいた意見や要望、住民意向調査における町民の皆様のご意向等も踏まえて、重点事業及び平成28年度予算案をお示ししてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。葉山紀美子君。はい。町長は町民の生活支援とか町内除染、ましてや人材育成事業等にいろいろ来年は来年度の予算を考えているようですが、報道によりますとね、ある自治体では、長期避難者生活拠点形成交付金使って土地を買い上げ、町民のための復興住宅を計画され、地震災も終わったようですが、やっぱ町、町民のやっぱり町自体もね、こう町民のために目に見える形の何かね、計画があったら大変良いのではないでしょうかと思います。1番はこれで終わります。で、2番、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金について、自由度の高い交付金を活用し、避難生活の再建支援やその事業計画などを考えるべきと思うが、町長の考えを伺いたい。
町長伊沢志郎君、町長。2、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金について、自由度の高い交付金を活用し、避難生活の再建支援やその事業計画などを考えるべきとのお尋しでありますが、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金は、中間貯蔵施設等の建設等に伴う影響を緩和するために、必要な生活再建及び地域振興等にかかる幅広い事業を実施することを目的として交付されたものです。この交付金を活用した避難生活の再建支援につきましては、町民の皆様の生活実態を踏まえ、この間、対象経費や事務手続き等について、国、大熊町との協議を進めてきたところであります。現時点では、平成23年3月11日時点で、住民登録のあった方を対象として、世帯ごとに世帯人数かける年間10万円を上限として、当面10年間にわたり各世帯からの申請に基づき、生活再建等に要した費用の一部を補助金という形で交付していく方向でまとまりつつあります。対象経費としては、役所への手続きや住民間の行き来などのために要した交通費、宿泊費や避難先で住民登録すれば受けられるはずのサービスとの差額、高齢者、障害者、妊婦などの方々が通院などのためにタクシーを利用した場合の一定額を超えるタクシー料金、福島県産品購入費、子どもを学習塾やスポーツ教室などに通わせた場合の授業料等の一部、就業に向けて資格を取るため専門学校などに通った場合の受講料等、幅広いメニューから選んでいただくことを考えております。また交付開始については平成28年度からを予定しており、その準備のため本議会に上呈した一般会計補正予算括弧案に事務的な経費を計上させていただいたところです。早間紀美子君。町民の厳しい避難生活の支援や再建のためにいただいた交付金ですので、目に見える形で早急に活用していただきたいと思っております。できればですね、389億円の利息は何パーセントかと、2番目、交付金の使用はいつ頃からかっていうのと、あと3番目として9項目に対する事業の内容と交付金の割り振りについて現時点での計画があればお尋ねしたいと思っております。町長伊沢志郎君。早間紀美子議員の再質問にお答えいたします。総務課長から説明をさせます。はい、櫻井総務課長。誠に申し訳ございませんが、まず389億の利息ですね、今資料をちょっと持っておりませんので後で説明をさせていただきたいと思います。ありました9項目についてですけども、この9項目のうち今回5項目につきまして、生活支援というような形で、組ませて、経費をですね、組ませていただきました。それで、その詳細についてはですね、今大熊との最終調整、また国とのやり取り等をやっておりまして、これは決まり次第ですね、詳しいことにつきましてはまた皆様の方にお示ししたいと思いますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。以上です。早間紀美子君。それでは3番目に移りたいと思います。除染廃棄物の搬入に伴う交付金等について、9月の定例会において将来の町の財政確保のため
搬入交付金を求めることについて臨調と協議検討すると答弁をいただきました。その後進展があったかお尋ねいたします。町長伊沢志郎君。3、除染廃棄物の搬入に伴う交付金等について、除染廃棄物の搬入に伴う交付金等を求めることについて、進展があったのかとのお尋ねでありますが、このことにつきまして9月議会の葉山議員のお尋ねに対しまして、今後の町の復興や地域振興等に要する財源の確保のため、中間貯蔵施設への搬入に伴う交付金等を求めていくことも財源確保の一つであると考えます。しかしながら中間貯蔵施設への搬入に特化した交付金を求めることは、国から交付金等の使途に対する制限等を付されることも懸念されます。このことにつきましては、同じく中間貯蔵施設を抱えることとなる大熊町とも協議し、両町で慎重に検討していく必要があると考えておりますと答弁したところであります。交付金等につきましては両町の課題であり、現時点での取り組みとしては両町の担当者間で課題の共有を図っているところであります。交付金等の確保については一得一失な面もあり、それを見極める必要があります。またその確保のための事務手続きについても非常に難しい面があり、容易にことを進めることはできませんので、ご理解をお願いいたします。葉山君子君。今国はですね、地方交付税の算定の見直し、またこれから始まる東京電力さんの焼却線の減額、そしてさらに避難しているために私たち住民税の減、やはりますます厳しい自主財源の確保になっていくのか、なっていくのかなと思っていますけれども、そんな中でやっぱり意見書の中にも書いてありますが、依存財源が9割ですと書いてありますね。やはりフレコンバック交付金はどうしてもいただきたい交付金です。なぜかと言いますと、中間貯蔵の先ほどの影響緩和交付金の中にも、フレコンバックで運ぶことによってね、我々がこうなんていうの、この被災いろいろななんていうの、そのこう迷惑をかけることについてのことは一切書かれておりません。どこにその交付金の中にフレコンバックを搬入するためにこの交付金は出しましたよっていうことがあれば、私はそれは質問することもないんですけども、確かにそのどういう制限が来るとかそういうのは後で考えることだって、まず出してみないことにはわからないんじゃないかなと思うんですよね。やはりこれほど避難して皆さん町民がね苦しんでいるわけですから、やはり私たちのふるさとに運ぶそのフレコンバックが全然被害のないとは言えませんので、ぜひその辺は再度にわたって要望をお願いしておきます。よろしくお願いいたします。それでは4番に移りたいと思います。高齢化対策について、中通りや県外に高齢者等の施設やコミュニティセンターなど整備されるのか、町長の考えを伺いたい。町長伊沢志郎君。4、高齢化対策について、中通りや県外の高齢者等の施設やコミュニティセンターなどを整備するかとするのかとのお尋ねでありますが、現在要介護要支援認定を受けている方々は、その認定基準により避難先において居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを介して在宅や施設で利用できるサービスを利用しております。まず介護施設等の対策でありますが、社会福祉法人双葉福祉会が主体となり、
平成29年度開設に向け、いわき市錦町に特別養護老人ホームおよび認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームを開設するために事業を進めているところであります。この施設が開所されますと、入所に40床、短期入所生活介護、いわゆるショートステイ10床並びにグループホーム9床の利用が可能となり、町民の方々の利用希望に十分対処できるものと考えております。福島県中通りにおいての対策ということですが、町としては全体を見て施設入所への待機状況の把握を引き続き行うとともに、双葉町と同じ境遇にある双葉郡内町村との情報の共有化を図り、利用者のニーズを確認しながら条件が整えば民間事業所の活用を進めてまいります。県外の対策につきましては、町の包括支援センターとともに介護サービス利用を希望している方々の把握に努め、本人及びご家族の方の相談を受け、避難先の居宅介護支援事業所等と調整を図っていきたいと考えております。次に、介護を必要としない高齢者の方々の利用できる施設でありますが、介護予防事業の一環として町では郡山市と加須市に、県はいわき市南台サポートセンターを開設し、それぞれが双葉町社会福祉協議会に運営を委託し、総合相談や健康運動教室、手芸教室などのサロン事業を展開し、高齢者の集いの場作りを展開しているところです。また、原発避難者特例法により、避難先の自治体の協力をいただき、介護予防教室への参加を促していただいているところです。町政懇談会等で町民の方々からご意見、また、双葉町復興町民委員会からの提言書を踏まえ、今後必要とされる事業を検討し、高齢化対策を進めてまいります。早間紀美子君。はい。中通りや県外に避難していらっしゃる高齢者も長期避難のために不安を抱きながら生活しているのではないかと思いますね。小規模でもグループホームでも整備はできないものでしょうか。作っても施設の需要がないと聞きましたが、要介護3以上の方が8月かな、私いただいたときに51名いらっしゃっていて、要介護3ですよ。その予備軍となる方もいると思います。皆さんそれぞれ他町村の施設を利用しているので、今のところは、皆さんよそに皆さんずっといらっしゃるので、まだそんなに町に対してあれはないかと思うんですけども、でもどこの町でも施設の満杯ですね。今朝のテレビのニュース皆さん聞いたと思うんですけども、やはり同じことを話しています。もう満席ですと、特別養護老人ホームはもう満席でどうしようもない状態だっていう話をしております。安倍総理も施設の確保に力を入れると報道されておりますし、やはり避難している私たちのことを一番最初考えてほしいですよね。確かに予備軍の方でもまだ軽い方は外に出て運動したり、いろんなことできます。でも、もう入院してられて退院されるときどこに行くかっていうことをやはり考えれば、やっぱ同じ町の顔を見てそこでやっぱり生活したいと思うのは本音だと思うんですよね。そんな中で全然まだ全然考えていらっしゃらないようですけども、この中間貯蔵等に関わる交付金の中にも7番の中に福祉対策事業っていうのがあります。やはりこういうことを活用すれば、せめていわきに作るって言いますけど、いわき40床って言いますけど、今51名の要介護さんがいると、そうした場合に11名はどこに、じゃあ受診に皆さん頼んでね、やっちゃうのか。で、町としてそれは成り立っていつまでもよその町に頼むっていうことは、地方交付税とかいうのもらっているにもかかわらず、やはり自分の町でね、やはり自分の町民に今まで一生懸命働いてくれて人へのやっぱり感謝の気持ちもあっては良いではないかと思います。それとですね、この前復興委員会に参加させていただきました。施設のその時にね、やはり施設なんて自治会に入らなくてもこう利用できるようなコミュニティ施設が
あったらいいなっていう話を、まあ、聞きましたので、介護施設とコミュニティ施設ですね、これはぜひいわき中通り県外かかわらず、やはりいわきもないですよね、皆さん集まって自由に集まってできる場所というのは、だからやっぱそういうことを考えたときに何のためのこの交付金をいただいているのかなと。確かに皆さんにいろいろ帰ったときにとか何したときにっていうその年間10万ですかいただけるまでのことはありますけども、やはり目に見えるね、何か大きなこうもの、大きなものと言ったらおかしいんですけども、やっぱり少子高齢化って今もう皆さん、まあ皆さんまだ若いですけども、私なんか半分もう高齢化もうなりましたので、やはりそこを考えたときに今一番必要とされているこの高齢化福祉対策事業っていうのは、やっぱり町長としてもう少し考えていただきたいと思ってます。いつも私今日の3番目、今日の一番最初に聞きましたこの3番目の中にも全然入ってもおりませんね。来年度の重点事業は何ですかって聞いたときにこの3つだけです。やはりもうちょっと高齢化に向けて何も考えられないのかなって私はいつも思ってるんです。やはりその辺がこれからどうしてもそれも重点的にお願いしておきたいと思っています。来年度の事業、これから予算まだ組まれる途中だと思うので、ぜひ入れていただきたいと思っております。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。